肖像画、アゴスティーノ・バッシーは、イタリアの昆虫学者である。ルイパスツールよりも早い時期に、病気の原因が微生物であることを発見した。カイコの細胞が、細菌によって侵される様子を観察した。1844年に、昆虫だけでなく、マシンや、梅毒、ペストなどの人間の病気も微生物によって起こるという説を発表した。白郷病菌には、 バッシーの名前が付けられている。ロンバルディア州、ローディ近郊のマイラー語で、裕福な弁護士も兼ねる農民の息子として生まれた。父親も生物学に興味を持っていた。父親は役人になることを望んだ。役人の道を歩みながら、博物学者、ラザロスパランツァーニの指導を修正受けた。1807年にマルデセーニョと呼ばれるカイコの病気に興味を持った。 病気になったカイコは白い粉で覆われた。この病気はイタリアでは1805年に発生し、1841年までにはフランスにも広がった。1849年の後、カイコの養殖場はこの病気によって壊滅的な被害を受けた。25年間の研究の後、バッシーはデルマルデルセーニョ、カルサイナキシーオーモスカーディノという論文を発表し、 微生物による感染を指摘し、利病した解雇の廃棄と隔離との応援の消毒を推奨した。この論文は評判となり、フランス語にも翻訳され、ヨーロッパ中に配布された。この研究から、動植物や人間の病気も病原体によるものであると類推し、この考え方は、ルイパスツールやロベルトコッホに先駆けるものであった。ジャガイモの栽培やチーズ製造。 ドウ主醸像に関する著作や、雷病と、コレラに関する著作もある。パスツールは、バッシーの研究に影響を受けており、オフィスにスパランツアーニと、バッシーの肖像画を飾っていた。A バッシーは、植物の学名で命名者を示す場合に、アゴスティーノ・バッシーを示すのに使われる。C、エグザンプル、ジャック・バーボー、デラ・マスカルディーン、オン・マスカルディーン。ありがとうございます。